あなただけではないはずです。そんな思いに駆られることは誰にでもあることですよ。大勢の人はそのことを自覚もせずに生きています。人を妬み憎む。おじいさんの声が深い闇の中から聞こえてくるような気がした。しかし双子の神々の子孫は黒き竜の一族と白き竜の一族にたもとを分かった。人もそれぞれの神のもとへ。いつの間にか神々はお互いの力を侮るようになり、戦いが始まった。過去と未来の狭間に見える光。神々は巨大な鎧を作り命を吹き込んだ。神々の鎧は全てを破壊し炎に変えてしまう。長き戦いの時代の幕が開けた。私たちはいつの間にか鍾乳洞の入り口に立っていた。なんだかどんどん自分が嫌いになっていくんです。友達も遠くに感じちゃって、なぜだかとっても寂しくて、自分が見えなくなっちゃって、明日を信じられなくなっちゃって。だけど理由なんてなんだか分かんなくて、だから私どうしようもなく悲しくて。私と一緒に探してみますか。おじいさんの姿は消えていた。声だけがその洞窟の遥か彼方の闇の中から聞こえてくる。私は引き込まれるように鍾乳洞の中へ。いらっしゃい、お嬢さん。私と一緒に探しましょう。失ったものを。違うんです。私が消えちゃえばいいってその時感じたんです。私が消えちゃえばいいんだって。そう、全てが消え去れば悲しみは消える。あなたを私は待っていた。遥か彼方から待ち望んでいた。闇から寂しげな男の声が私を呼ぶ。誰？思いを共にする者よ、私のもとへ。誰？私を呼ぶのは誰？